マルケスは23周目のターン後でバニャイアのインに飛び込んだが、わずかにラインが膨らんでしまった。バニャイアもクロスラインでポジションを奪い返そうとし、マルケスがレーシングラインに戻ろうとして両者が接触したのだ。スチュワードはこの件を審議したものの、レーシングインシデントだと判断し、両者に処分を下さないことを決定した。バニャイアはこの裁定を受け入れたが、無得点に終わったことに悔しさをにじませた。 昨日も今朝もフィーリングは良かったから、スタート前は自信があったんだ。ソーバニャイアはレースを振り返った。グリップもあってフィーリングも良かったし、すべてが良くなっていた。だからアタックとタイヤをよりうまくコントロールするレースになると考えていた。でもスタートした途端多くのトラブルに見舞われた。もっと速く走れると思っていたのに、上位のライダーたちは速すぎた。 だからとにかくすべてを避けようとしたんだ。タイヤをなんとかしようとしたけど、難しかった。できるだけ前に出ようとしたけれど、ヘドロ、アコスタ、ガスガス、が来たとき、彼は早すぎた。それからマルクも来て、オーバーテイクしようとしたけどワイドになった。僕はラインを閉じようとした。彼は自分のラインを通ろうとして僕たちはぶつかった。腹が立つけど、それは普通のことだ。 レーシングインシデントだし、次に進まなければならない。ポルトガル GP で優勝したホルヘ・マルティン、プラマックに23ポイント差をつけられているバニャイアは、ゼロポイントで終えることになったから腹が立つ、と語った。昨年も第2戦、アルゼンチン GP で同じようなことになった。僕のミスで無得点だったんだ。今年はレーシングインシデントだ。まだ38レースも残っていて。 チャンピオンシップがとても長いことはよく分かっている。期待していたし、もっとコンスタントに結果を残したかった。第2戦でノーポイントになるようなことなくね。バニャイアは、マルケスとのバトルについて、マルケスがワイドになったことでドアが開いたと感じたといい、リスキーな報復をしたわけではないと否定した。バトルをしている前のライダーが膨らんでしまったらどうする より多くのポイントを獲得するためにもう一度彼をオーバーテイクしようとする。だから僕にとってはリスキーなことではなかった。バニャイアはターン4、5でグリップ不足に苦しみ、1周あたり0.2秒ほどロスしていたという。彼らは4コーナーと5コーナーがとても速かった。僕は他の部分でゲインしていたけれど、ターン4で加速するたびに0.2秒詰められていた。 そしてターン5でもマイラップ0.2秒ずつ失っていた。理解するのが難しいけど、彼らと同じコーナースピードで走ろうとしても膨らんでしまうから、違うラインを走ろうとしていた。その原因を理解しなければならない。バニャイアは、7周目以降にリアにチャタリングが起きていたともコメント。これについては、同じ最新仕様のドゥカティバイクに乗っているホルヘ・マルティン、プラマック、も不満を持っており、 ルカティにとっては解決すべき問題だといえる。